網戸を外さず、ホコリや花粉をしっかりキャッチ。簡単に綺麗になるお掃除グッズを紹介します。このマイクロファイバーのキラキラ繊維が網戸の裏側まで回り込み、汚れをかき出します。何の変哲のない水 500ml をオシャンティーに注ぎます。そしてお持ちの食器用洗剤を 2,3 滴入れます。今回のターゲットはこちら。見てください、約3年掃除をしてない網戸、めっちゃ汚い。引かないでくれ頼む。そして裏側、うわっやべ、なかなかの強敵でございます。果たして綺麗になるのか、全くもって変わりません。ちなみに説明書を読まない監督は、こちら使い方を間違っておりました。これでずっとやっておりました。本当は一回塗り込んでからあと雑巾で拭けばいいだけでした。というわけで約30分間やってみてください。こちらめちゃくちゃ綺麗。綺麗は正義でございます。どうすならというわけで網戸全体を綺麗にしました。この調子でもう一枚やってきます。はい、こちら水をつけたばかりです。めっちゃドロッドロ、それがなんとこちら、最高です。ピンフォーカス、おお素晴らしい。というわけでめちゃくちゃおすすめな網戸お掃除ローラー、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。